こんにちは。2024年11月15日です。車窓トーク、今回は車に関してちょっとお話しさせていただこうかなというふうに思います。車もですね、マイルームです。キャラバン、または NV200 マイルームという車に関してです。私このキャラバンのマイルーム、いいなと思いまして、次今乗ってるキャラバンちゃんがダメになりましたら、これに取っ替えてもいいかなというふうには思っておりました。でもですね、欠点があります。欠陥ではありませんが、欠点があるんですよ。その一つはですね、断熱がされておりません。したがって普通のキャラバンのバンですね、バンの鉄板に一応内張りがプラスチックつきますよね。それに一応この内装をつけたというだけであってですね、断熱がなされてありません。もうまた防振も防音もなされておりません。したがって雨が降るとパラパラパラという屋根の音がします。走ってるとブーッとエンジンのタイヤノイズがします。それと問題は断熱ですね。これがなくてですね、夏は暑いし冬は寒いしということになります。まあ夏は暑いのはデュアルエアコンついてますんで、エンジンかけてればまあクーラーで冷えます。しかしながら冬の場合はどうしようかなということですよね。ヒーター、北海道の場合ちょっとヒーターでも弱いんで、まあ一応なんとかなるんですけども、エンジンかけてなきゃいけないということと、 FF ヒーターがないということですよね。オプションでもありません。したがって断熱がないということは、夏暑く冬寒いということです。すべてエンジンをかけてなきゃいけない。エンジンかけるとディーゼルだとうるさい、ガラ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 うるさい。特に、日産のディーゼルはエンジンはですね、三菱のディーゼルエンジン使ってるんですよ。その関係上ですね、音が外に漏れるんですよね。音が高いんですよね。まあ圧縮の問題とその肉厚の関係でですね、エンジン自体からカラカラカラという音がすごくするんですよ、三菱のエンジンは。それを使ってるもんですから、道の駅でエンジンをかけながら一晩過ごす。また夏の間エンジンかけてクーラーエアコンつけて一晩過ごすとなれば、前に迷惑かけるということで、うるさいからお前トラックスペースに行けというふうに言われる可能性が十分にありますよね。ですんで、このキャラバンマイルーム最大のこの欠点っていうのは、その断熱がなされてないということです。それとですね、次値段のことになりますけども、まあ、660万から550万の範囲、だいたい100万ちょっとの価格帯があります。まあ、一番安い550万台はガソリンの2区ですよね。して一番高いディーゼルは、一番高いのはディーゼルの、四輪駆動ということですね。ガソリンとディーゼルを比較しますと、ガソリン車から比べますとディーゼルエンジンになっただけで約50万上がります。前はですね、日産のディーゼルの時は30万上がったんですけども、今ですとちょっと三菱のディーゼルエンジン使うもんと一気に50万ちょっと上がるんですよ。まあ、60万近く上がります。さらにそれに4区になりますとさらに30万です。したがってガソリンの2区と、ディーゼル4区を比べますと約100万の差があります。あと内装のグレードとかであるんですが、ここで一気高くなります。さらにですね、もう一つありましてですね、ボディカラーがですね、標準色がないんですよ。すべて特別色です。キャラバンマイルームを買ったらすべて特別色で別料金です。特にサンドベージュというツートンですね、砂漠の色のボディカラーと屋根がてっぺんが白、これが17万6千円ですね。それとあと普通のですね、単色ですね、グリーン、黒、シルバー、グレーですね、これはそれぞれ、7万から6万ですね、6万円でプラスになります。ですからキャラバンマイルーム買うことによって色がないっちゃいかないんですよ。色つけなきゃいけないですからね、標準色ないんで最低でも6万円かかる。ツートンになると17万かかりますよということです。さらにですね、これカーテンつけないとですね、ちょっとかっこ悪いですよね。カーテンなし、ブラインドもなしということになると、一応カタログ上にはカーテンとブラインドこうついてますが、これが結構26万9千するんですよね。これをつけなきゃいけないということになってきますと、結構な金額でですね、26万の30何万ですね、だいたい600万700万クラスの車になってしまうということですね。キャラバンマイルーム断熱なし、車中泊者で700万であれば、モデラーさんが作ってる断熱込み、そしてルームクーラー付き、FF ヒーター付きでだって700万だと安いの買えますよね。まあ買えるんです。そっちの方がいいかなということになりますが、一応メーカーが作ってる、日産が作ってるということで、まあ車検も通りますよ。
そしてある程度大量生産しますよということで、やはり断熱までやってられなかったんでしょうね。普通のプレス加工をして、ラインに流れてきて、内装を外して、一番内装のない段階に、こういう、家具関係をガカガカと組み付けていくということで、とても内張りのですね、断熱材を張る余裕はないということだったようですが、詳しい話は別としてですね、それから換気システムですね、こちらの方も、私がやってましたけども、これが100ボルトの時、外部から100ボルト入れた時だけ換気の、モーターが回るということと、中はこれ、いろいろ、あんまり規格があっていじれなかったということで、いろいろコンバーター使ってですね、100ボルトを12ボルトに、ダウンして、AC100 ボルトを DC12 ボルトにコンバートして、それで、動かしているというようなことで、別モーターもつけてるかどうか、ちょっとその辺はいまいちクエスチョンなんですけども、なんかそのようなことをやってるみたいですが、ちょっと私がこれ欲しいなとは思ってたんですけども、いろいろその断熱がないということが致命的で、キャロワンマイルームはやめました。そしてもう一つですね、LM200、これマイルーム、12月末ですから発売になるんですが、こちらの方は大体200万ほど安いですね、でも400万ですね、一番安いやつで、100万ほど安くなりますが、そちらの方もカーテンはオプションですね。カラーの方は標準ですね、標準カラーでついてくるんですけども、日産も一応、経営的には厳しいなということで、儲けれる車で儲けようというふうには思っているみたいですが、なんて言いますか、このマイルームに関して、ここまでのお金を出すんであれば、モデラーさんの作ったキャンピングカーですね、そちらの方がいいんじゃないかなというふうに、私は結論的にはそういうふうに、思いました。ですが、マイルーム、私の今のキャラバンですね、自作しました215万の車、70万円引きの車ですね、そっちの方のマイルームして、そっちのマイルームで十分ですよね、ただこの立派な家具とかカーテンとかありませんが、自分なりの、コンパネにビニール巻いた、家具というかテーブルですね、それとカーテンですね、それで十分これで間に合ってるんで、マイルームで、しかも F ヒーターがついてるぞということですよね、これで十分いけるんで、これでもいいかなというふうには思っておりますが、しばらくキャラバン車に乗ってみようかなという思います。マイルーム検討されている方は、ぜひともこの断熱がないということだけですね、考えてみてください。非常に今、夏は暑くですね、冬は寒いのか暑いのか分かりませんが、北海道はですね、夏はさほど暑くありませんけども、断熱必要です。そして冬はかなり寒いです。ですので、ヒーターだけだとガラ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 エンジンうるさいぞということで、なってくるんで、そういうことで、ガソリンだと550万から買えますが、ジーゼル4駆になりますとガソリンの4駆はありません、ジーゼルの4駆ですね、ジーゼルの4駆になってしまいます。これ、ハイルーフとかワイドボディ出すと2700のガソリンの4駆があるんですが、このマイルーフは標準ルーフ仕様のベースを使ってますんで、どうしてもガソリンの2リッターのガソリン、そして、3リッターですかね、そのジーゼルというふうになります。そのジーゼルも三菱のジーゼルを使ってますよということで、いろいろ DPF だとか、ディーゼルパーマネントフィルターですかね、そっちの方の関係でタグになったり、いろいろ OME の関係でタグになったりなんかするんですが、で、今のところ、マイルームは諦めました。ディーラーさん行くとですね、そろそろ車取っ換えませんかって言われるんですけども、言われたところで次買う車はありませんね。買ったとしたら NV200 のバンですね。NV200 のバンでまた自分で改造するということです。確かにこのキャラバンですと、ボディが丈夫でかなりいいんですが、乗り降りが高いんですよね。お尻の下がタイヤですよ。だからよっこいしょということで、よじ登って乗るということですよね。NV200 ですと、若干低いんですよね。タイヤが前にあります。その代わりタイヤが前にあるということは、右足のアクセルのところの出っ張りがあるということですね。アクセルの出っ張りがあるんで、若干オフセット気味になってしまうということですね。それがガンです。特にトヨタ系ですね。タウンウエスト系はかなりの出っ張りが出ます。NV200 は若干あるんですけども、さほど気になるレベルではありません。
ですので、まあ、次買うんであれば NV200 のバンを買って、自分で一応断熱、防音、防振ですね、これをしっかりやろうというふうに思ってます。私 の, キャラバン、実はですね、断熱はしっかりやろうと思ってやったんですが、しっかりとも足りませんでした。まだ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 しっかりやらないといけません。それから防音はやらなかったんですよ。壁はやったの、天井の防音を忘れてしまって、雨がパラパラが来るんですよね。だから、ちょっと時間があったらですね、外して、内張り外して、もう一回断熱防音をやり直そうと思って、防振もちょっと力入れてやってみようかなというふうに、思ってます。まあ、思ってるだけでいつできるかちょっとそれは分かりませんが、まあ、とりあえず今回のお話はですね、キャラバンマイルーム、別にそのネガティブなことばっかり言ってるんではありません。これから買われる方の参考になさってください。非常に出来はいいと思います。私も見てきました。出来はいいです。さすがにメーカー作ってますが、出来がいいけども、あくまでも大量生産を前提にした作りですね。ですので、一回これ出来がよく見えてしまったら、まあ、あとは部品をパタパタパタとくっつけていけば、それで出来上がってしまうよということで、600万の値段をつけて、ベースが200万ちょっとの車を600万で売るということで、まあ、大体3倍ですね。仮想代が車の2倍ということで、合計3倍、車が大体200万だったら大体600万で売るというのがです。やっぱり3倍ですね。車の値段の3倍、2倍から3倍ですね。いや、仮想代が車の値段の2倍になります。で、合計3倍になっちゃうんですが、仮想代は車の値段の大体 1.5 倍から2倍が標準です。まあ、実際いくらかかってるかって言ったら本当にうんと少ないですね。これ多分20万もかかってないですね。ですが、まあ、儲けとかいろいろあるんで、そうです。それから一般的なモデラーさんの話も聞きますと、やはり車が若干売れてません。ですんで、レンタカーに回してます。大手 の, モデラーさんの方のレンタカーにガバガバ回してますし、今はそのキャブオーバーですね、トラックタイプのキャブオーバーがあんまり売れてません。欲しい方はみんな買ってしまったということですね。あとは日常使いも使えて、車中泊もできてというような使い方をされる方ですね。本当に欲しい方もう買ってしまってないんですよ、もう買う方のニーズが。であれば普通の車を買って、ホテル泊まって、もしキャンピング行くんであれば、キャンピングカーを借りる。そして大勢で行くんであれば、ホテル泊まったらお金がかかるんで、キャンピングカー借りて1日3万円でもですね、5、6人乗ってからすげえ安いですよね。ホテル泊まる必要ありませんから、そういう使い方で、まあ、レンタカーがこれからだん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 増えてくる。いわゆる作る方が余ったやつは全部レンタカーに回そうということですね。まあ、製造をやめるわけにも多分いかないと思うんですよ。いろいろ皆さん立派な工場を建ててらっしゃって、その支払い、返済のペイが結構大変なんで、そうなってくると製造をやめるわけにいかないんで、続けようということで、余った車はどうするかとなってくると、レンタカーに回すということです。今北海道の、まあ、モデラーさんとか見ますと、すっごいですね、駐車場に入りきんないぐらいものすごい車の、あります、在庫が。なんですごいですねというふうに見てきましたけども、ですから、まあ、欲しい人はみんな買ってしまった。で、まあ、この前営業の方と、モデラーさんの営業の方とお話したときに、やはり売れてないよ。欲しい方はみんな買ってしまった。ということで、まあ、欲しい方ということは、今、クーラー付けですね。クーラーなしの車が家庭用クーラー付けに取り替えた、まあ、犬が、ペットがいらっしゃる方ですね。です。北海道の場合はほとんどいらないんですけどね、まあ、ペットいる方は、クーラー付けとこうということですね。クーラー付けるということはエンジンかけないでも、買い物のときにエンジン止めて、静かにしてて、電動クーラーで、回して冷やしてるということのようですが、まあ、欲しい人はみんな買ってしまったということです。まあ、あとは、私みたくワンボックスを持ってるものは若干改造してですね、それで、車中泊を楽しみにして、普段は普段使いということで、です。まあ、そんなに、常時行きませんからね、はっきり言って。まあ、キャンピングカーのシリーズも、まあ、終わったと言いますか、コロナの時はやはり欲しいなと思った方もいらっしゃいますが、多分、私も含めてですね、欲しいなと思うのは一時的なもんですよね。2年、3年経ってくると、まあいいかという、こんなもんかなということは、まあいらないや。普通のスポーツタイプの車の方がいいか。というふうに、だんだんなってくるんじゃないかなと思います。私みたく YouTube やってますと、撮影のために行って、車の中でウイスキーチビチビ飲んで音楽聴いて、ゆっくり過ごそうということになってくるんです。じゃあ、車中泊車でいいと。別に中で、ご飯作ったりなんかしなくていい。外で外食でいい。コンビニ弁当でいいというふうになります。なんで、今の車でいいかなというふうに思って、だんだん他の方もみんなそういうふうに、思ってきてるんじゃないかなというふうに思います。とにかく、車の内装、キャンプカー内装するであれば、車の、ベース狙うの大体2倍ぐらいということです。まあ、それだけ高く売らないと、
やっていけませんよという、ことに、なるんじゃないかなというふうに、思います。まあ、これから先、だん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 、レンタカー増えてくるのと、小さいタイプですね、軽度がちっちゃいのということになってくると、タウンウェイス、そして NV200 系の、キャンピングカー、そっちの方はこれからまだ伸びる余地、伸びしろがあるんじゃないかなと思うんですよ。普段使いもできますし、ですが、このキャラバンクラス、そしてトラックタイプの大きいやつですね、あれはもうそろそろ頭打ち、になってきてるということで、もう頭打ちっていうか、もうトラックタイプは、キャブオーバータイプは、キャブコンですか。キャブコンはもう、あまり売れないっていうのが、今のお話聞いた時の、現状ですね。まあ、中古的には、中古車レビューでは、まあ、若干、安くなってきてるんで、買いやすいことはあるかもしれませんけども、中古で買って、果たして皆さん、どれだけ乗りますかということですよね。定年退職された方が、まあ、乗ってみようということで、60歳、65歳で定年されて、ぐるぐる回って、健康年代が大体10年間ということで、それだけ歩くということで、まあ、歩かれる方は買ってもいいかもしれませんが、そうでもない普通の現役世代ですね、の方はなかなか、買っても維持できなくて、持て余すというふうになってくるんであれば、小さな車、そして必要な時にレンタカーを借りる、また綺麗なホテルで美味しいものを食べて豪華に過ごすということが、これからのトレンドと言いますか、になってくるんじゃないかなというふうに、思いました。今回は車窓のトークということで、キャラバンマイルーム、どういう車かなということを紹介させていただきました。とにかく、いろいろ買ってしまってもですね、650万で買ってもですね、これで済みません。 それからさっき言った塗装が、安い塗装で6万、それからカーテンが26万27万ですから、それをつけなきゃいけないんですよ。それと外部、中にポータブル電源17万だったんですけど、それをつけなきゃいけないというのは結構な値段になるということです。断熱がありませんよというのが最大の欠点ですね。だと思います。今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、また別チャンネル RGY の方では古い撮ってますので、よろしかったらどうぞご覧ください。失礼いたします。